カナダのケベック州の春島はカナダケベック州の島。北アメリカ大陸北東部を流れるセントローレンス川の主要な支流であるオタワ川の下流域に存在する中州である。なお、同国には他にも同名の島が存在する。手前側がオンタリオ州のオタワ。川向こうがケベック州の春。中央に流れる太い川がオタワ川で写真の中に 合計三本の橋が確認できる。そのうち手前側から一本目と二本目の橋の間に見える小さな島が春島である。オタワに立っている平和の塔の上から見たオタワ川。写真中央に見える橋のかかっていない川の中洲が春島である。オタワ川はカナダのオンタリオ州とケベック州との宗教とされており、オタワ川の南側がオンタリオ州で北側が ケベック州である。春島は、この宗教のわずかに北側、北45度25分28秒、整形75度42分25秒付近に位置する。行政的には、ケベック州春に属している。なお、この宗教のオンタリオ州側は、カナダの首都オタワであり、カナダの国会や最高裁判所からは、数百メートル程度の距離に位置する。春島は、 かつて数年間にわたってガルアイランドと呼ばれたこともあった。セーリングザロー,アーオッタワン、おっタわりバー。ありがとうございます。